シャロー。はい、では2023年3月26日東大阪エルムキリスト教会の礼拝を始めます。一緒に賛美しましょう。救い主の愛と主を賛美しましょう。救いは
イエスはキリスト救い主、主の主王の王、全知の主。主は葡萄の木、私は枝です。Sure.
様、感謝します。イエスは全地の主、主は作り主、私たちの救い主です。ありがとうございます。主は生ける水の川、私たちは主とつながっているなら、私たちが命がいただく元気なブドウの木になります。どうぞ神様、私たちは枝です。主とつながれば、主と一緒に連行すれば、私たちが命がもらえます、元気になります。どうぞ神様、本当に今日もブドウの木の話の中に私たちをいろいろ教えてください。私たちは主の中に成長します。主の中に命をいただき、その命をあふれて周りの人たちにもその証をできますように、どうぞ神様導いてください。今日のメッセージをどうぞ神様いろいろ教えてください。メッセージを語る武子先生に心を注いでください。私たちも心を開いて、耳を開いて、しっかりお聞きします。どうぞ神様導いてください。感謝してイエス様の皆によって祈します。アメン。どうぞお忘れください。メッセージの時間となります。武子先生お願いします。それではメッセージの時間に移っていきます。ですね、桜の満開予報、私今気になってね、しょっちゅうインターネット開いてるんですけども、ちょっとずれてね、今週の月火あたりだそうですね。来週花見ね、天気が晴れていけるといいなと思っています。で、まあ、やや散り気味ですけどね、まあ、残ってるんじゃないかなと思います。あの弁当おじさんですけども、まあ、これね自由参加ですから、行きたいなと思う方はぜひ弁当を持ってきてください、ね。まあ当日準備できなかったらですね、まあ、途中ね、お店寄ることできますので一緒に買っていけばいいかと思います。でそこでこれね、吉原公園ね、東大阪市の吉田にある吉原公園かな、うん、これ大体日本の公園に植えてある桜はソメイヨシノと言います。これ観賞用です。めったにね、さくらんぼはこう結びません。私今回メッセージを作るにあたって、さくらんぼと桜って関係があるのかなって、もう知ってる方はね、もう常識のより知ってると思うんですけど、私知らなくてね、調べたら、あ、さくらんぼっていうのは桜の木からできるのかって、そんなこと初めて知ったんですね。これソメイヨシノ、これ他立派なしで観賞用の桜ですから、さくらんぼを実らすことはまずほとんどないんですけども、まあ、きちんとね、手入れして実らせたとしても、まあ、苦くて食べられないそうです、このソメイヨシノのさくらんぼは。けれども、スーパーに売られているさくらんぼありますよね。これ一般的には、まあ、いろんな種類あると思うんですけども、中心的な桜としては西洋実桜というそうです。でこれ白い花を咲かせる、うん、もちろんこの時期に咲くんですね。で咲いて美しい花が散った後、甘くて美味しい、ね、このさくらんぼの実を結びます。でスーパーで売られているさくらんぼはもうほとんどこの西洋実桜ということで、ソメイヨシノのさくらんぼは、まあ、食べれないそうです、苦くて。で私たちのクリスチャンライフも美しい花を咲かせる、外側だけね、美しく着飾って、で散ってしまったら、まあ、あまり意味がないと思います。その後に豊かに実る実を、多くの実を残していく、まあ、そのようなクリスチャンライフをですね、一緒に送っていきたいと思います。まあ、そういうことで今日はイエス様の神聖宣言ですね、ヨハネの福音書の中に7つの神聖宣言がありますけども、その最後、イエス様は誠のブドウの木というテーマでメッセージですね、ヨハネの福音書15章1節から12節を今日は一緒に読んでいきたいと思います。はい、聖書をお持ちの方はヨハネの福音書15章をお開きください。まあ、この絵に書いてあるように、イエス様がブドウの木で、私たちが枝
で私たちという枝を通してブドウの実がなります。で天の父なる神様はこのブドウの木を植えられた農夫ということです、はい、さあヨハネの福音書15章1節から開きましたでしょうか。最初にですね1節から3節まで一緒に読んでいきたいと思います。で今日は3つのポイントを見ていきたいと思います。第1番目のポイント、ブドウの木と枝。イエス様がブドウの木、そして私たちがブドウの実を実らす枝です。そしてブドウの木を植えられたお方が天の父なる神様ということで、天の父なる神様は農夫としてここに登場してきます。では15章1節から3節一緒に朗読しましょう。3、はい、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。アーメン。はい、イエス様は誠のブドウの木です。そして私たちが枝で、天の父なる神様は農夫です。でこの誠のブドウの木のお話をされたのは最後の晩餐の席の中のことです。もういよいよ明日十字架にかかられる、その最後の晩餐の席の中でイエス様がこの弟子たちにこの御言葉を伝えていきました。まあ、弟子のヨハネ、そしてトマス、ピリポたち、もちろんペテロを含まれていますけども、もうこのイエス様の御言葉を聞いているときはいよいよイエス様とお別れの時が来たという覚悟を少しずつ持ち始めています。イエス様は何度も私は天の父なる神様のところに父の御元に帰りますと伝えていました。あ、いよいよイエス様とのお別れの時が来た。で心が深く動揺して、そして深い悲しみの中に落ち込んでいた、そういう状況があります。これからもイエス様はいなくなる、目の前から消えます。じゃあ残された私たちはどうなるのか。今までイエス様がね、旧約聖書を解き明かしてくれた、これからどうやって聖書を正確に知ることができるのだろうか、そういう不安もあったと思います。またイエス様のように人を上手に救いへと導くことが私たちには、まあ、きっとできない、イエス様のようにはできはしない。じゃあ奇跡はどうか。イエス様すごい奇跡を起こしましたね。病気の人を癒しました、悪霊を追い出しました、パンを増やしました。いや私たちにはそれはきっとできやしない、何一つ奇跡を起こすことができないだろうという不安もちょっと心の片隅に少し思ったかもしれません。またイエス様は主税人や遊女たちを愛しました。いやすごい愛のあるお方でした。私たちは、弟子たちはね、あ、イエス様のように主税人や遊女たちを愛することができるのか、あ、きっとできやしないだろうというそんな不安も心の片隅に持っていたのかもしれません。そんな弟子たちに向かってイエス様は、あなた方が私にとどまるなら多くの実を結びますと、私にとどまるならあなた方も、いや私以上に、そういう箇所もあるんですね。この最後の晩餐の中でイエス様語るんですよ。これからあなた方は私よりも大きな技を行うと。それは私が父のもとに帰るからだ、聖霊を送るから、私よりも多くの技を行うと他の箇所で言ってます。これ弟子たちを励ましてるんですね。あなた方が私にとどまるならあなた方は多くの実を結ぶことができますと、そのように弟子たちを励ましていきました。皆さんどうですか。多くの実を結べると思いますか。いやいや、こんな罪人の私が
こんな小さくて弱くて汚れた私が、才能もないし人脈もないし、どうやって神様が喜ばれる多くの実を結ぶことができるのだろうかと考えている方いますか？確かに私たちにはそのような力はありませんけども、イエス様とつながれば、いや、イエス様とつながっていれば、イエス様にとどまっていれば、自然と無理なく、自然と多くの実を結ぶことができます。このね、ブドウの木、イエス様は誠のブドウの木です。で、旧約聖書を読みますと、イスラエルの民、ユダヤ民族をブドウの木として例えられている箇所が、いくつかあります。ユダヤ民族はブドウの木です。神様はね、エジプトの奴隷であったユダヤ民族を救い出しました。そして約束の地、今のパレスチナの地ですね、イスラエルの地にブドウの木として植えられました。神様農夫ですから、ユダヤ民族を救い出して、そして約束の地に植えたんです、ブドウの木として。天の父なる神様は農夫のような方ですね。ブドウの木を植えたんですよ。ブドウの木を愛してます。育てました、ね、大切に扱って、手入れして剪定して、そして栄養を与えて、水を与えて、整えて刈り込んで、多くの実を結ぶことを期待したんです。神様は約束の地においてね、そこ非常に素晴らしい乳と蜜と流れる地でした。そこにブドウの木を植えたんです、ユダヤ民族。ところが、この旧約を見ていると、彼らは神様とずっとつながっていることができなかった。ずっと神様にとどまっていることができずに、神様から離れていってしまったんですね。神様から離れてしまったから、多くの実を結ぶことにおいて失敗しました、ね。だからどうなりましたか？父がそれを取り除き、彼らはその約束の地から引き抜かれました。どこに植えられたか、バビロン捕囚としてバビロンの地に植えられました。父なる神様はユダヤ民族をとても愛してます。で、選びました。その選びは決して変わることがない。なぜなら神様はもう本当に憐れみ深いお方だから、慈しみ深いお方ですから、決して選んだ民を見捨て去ることはしない。だから一旦ね、引き抜かれてバビロンの地に植えられましたけども、バビロン捕囚になりましたけども、またそこから引き抜いて返してくださったんですよ。で、また約束の地に植えてくださった。いや、神様はそういう方ですね。それから400年約経ちました。父なる神様の農夫は今度はですね、誠のブドウの木を約束の地に植えました。イエス・キリスト様を約束の地、あのパレスチナの地に植えてくださった。今度はね、誠のブドウの木ですよ、本当の本物のブドウの木です。本当に良い実を結ぶイエス様を植えてくださった。そしてこのイエス様につながるなら、多くの実を実らすことができる。本物の実ですよ。本当の誠のブドウの木からできる実は誠のブドウの実です。私たちはね、本当の誠のブドウの実を、素晴らしい多くの実を実らすことができます。私の枝で実を結ばないものは、すべて父がそれを取り除きます。イエス様の枝とは誰でしょうか？狭い意味で言ったらユダヤ民族です。ユダヤ民族はイエス様の枝ですよ。ところがどうだったんでしょうか？特にユダヤ教の指導者たち、祭司や律法学者たちはイエス様を信じなかった。拒否して十字架につけてしまった。救いの実を結びませんでした。だから取り除かれていきました。
イエス様12人の弟子を選びましたけども、残念ながら1人、イスカリオテのユダはイエス様よりもお金を愛してしまったがゆえに苦い実を実らせて、銀貨30枚でイエス様を裏切って十字架に追いやってしまったから、取り除かれていきました。実を結ぶもの、実を結ぶものはすべて、これ誰でしょうか。実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。先ほどね、枝って言いましたけどね、狭い意味は、狭い意味で言うとユダヤ民族ですよ。でも広い意味で言えば私たちも枝ですよ、ね、ユダヤ民族も異邦人も関係なく、イエス様を信じた者はみんなイエス様の枝となっていきますよ、はい、実を結ぶ者、イエス様の弟子たちです。イスカリオテのユダが脱落してきましたので、これ11人残されています。ペテロやヤコブやヨハネやトマスやピリポたちですよ。彼らは実を結ぶものなんですね。どんな実を結びましたか。救いの実を結びました。永遠の命の実を結びました。彼らはね、イエス様の弟子たちはイエス様を信じたんですよ。神様が使わされた私たちの救い主だと信じた。信じた者はどんな実を結びますか。救いの実です。永遠の命の実を結びました。私たちもそうですよ。イエス様信じたんですね。だからイエス様が今私たちのうちにいます。私は救いの実を結び、永遠の命の実をもうすでにね結んでいます。でもそこで終わりでしょうか。もう救われたから、永遠の命を持っているから、もうあとどうでもいいでしょうか。いや、そうじゃない。神様もっと多くの実を、救いの実、永遠の命の実でだけではなくて、もっと多くの実を結ぶようにこれから刈り込みをなさる。これ弟子たちにも向かって言葉だし、もちろん私たちにも向かうって言われている言葉ですね。で、新改訳聖書、私これ2017年度版使ってます。で、この新改訳聖書2017年度版はところどころギリシャ語のなんていうかな、元々の直訳っていうのが載ってるんですね。全部ギリシャ語直訳したら多分わけわからなくなると思います。言語が違うから。例えば英語でおはようってグッドモーニングって言いますよね。グッドモーニング、これ直訳でね、良い朝ですねって書いたらね、日本人は良い朝かと思いますよね。おはようとは思わないですよ。英語の直訳の聖書だったらね、日本語だったらね、多分ちょっと意味がわからないと思います。へえ、良い朝なんだなとか、この日ってすごい天気が良かったのかな。そうですね、おはようって言ってるだけですよね。この刈り込みをなさいます、ここにね、アスタリスクマークというこれ、ね、ちょんちょんという印がついてるんですね、あと私の聖書では。で、そのちょんちょんがついてるところはね、ギリシャ語の直訳がある箇所ですよ。で、下見ると直訳が書いてあります。これね、直訳って書いてあるんですよ。清くなさいます。ギリシャ語ではね、この刈り込みをなさいますというところはね、もともとの直の意味では清くなさいますという意味なんですよ。ただそうするとよくわからないから、ブドウの実の表現としてはね、刈り込む方がわかるから、こういうふうに訳したんでしょうね。直訳ではもっと多く実を結ぶように清くなさいますという訳です。ブドウっていうのはですね、こうしてね、剪定するんですよ、ブドウの木。これ枝ですね、ブドウの収穫を終えた後ね、これ剪定と言います。これね、ここで言ったらですね、刈り込みですよね、刈り込み。これ専門用語で剪定と言います。もっと多くの実を結ぶように剪定します。枝がね、全部伸ばし放題でしたら、木がね、地下からこう吸い上げる養分が全部バラバラになってしまう。そうじゃなくて、農夫が選んだ良い枝がね、豊かな実を結ぶように、おいしいブドウの実を実らすように、たくさん栄養がいくように、余分な枝をこう取り除いていきます。パチンパチンとね、切ってきます。
これ剪定と言います。これ取り除くということですね。もっと多く実を結ぶように、まあ、剪定刈り込みをする。他の枝にね、全部の枝に栄養いってしまったらちっちゃくなるからね、全部神様が、農夫が選んでこの枝がいい、この枝はねきっとおいしいブドウの実らせだろうと思ってその枝を残して他をちょんちょん切っていくんですね。取り除きます。これね、直訳ではこうですよ、ね、刈り、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますよ、直訳にするとこうです。もっと多く実を結ぶように清くなります、まあ、この方が実はちょっと聖書読みやすいんですね。なぜなら次の文章につながりやすいからですよ。もっと多く実を結ぶように清くなさいます、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと。清いと清いが重なるからちょっと理解しやすいんですね。こっちだとね、少しんと思うんですよね。もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。そうですね、アメン。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。ん？突然イエスはなんか全然違うことを話したのかなと思ってしまう箇所なんですね。何を突然話を変えるんだろうと。でも言ってることは同じなんですよね。こういうことを言ってます。もっと多く実を結ぶように清くなさる。清くなれば多くの実を結ぶことができます。清いものが神が喜ばれる実を多く結ぶことができます。清くなければ結ぶことができない。あなた方は私があなた方に話したこの御言葉によってすでに清いのです。もうあなた方はね、私もう御言葉語りましたね、で聞きました、信じました、だからあなた方はもう清いんだと。多くの実を結ぶことができる、まあ、そのように弟子たちを励ましていきました。いや、そう言われてもね、私本当に清いかなと思いますよね。いやでもイエス様が言ってるんですよ。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。これイエス様が言ってるんですから、アーメンとして受け取りましょう。イエス様を信じた者は全ての罪が許されて清められました。霊的には清い存在です。だから多くの実を結ぶことができる。ちゃんとイエス様につながってれば、離れたらダメですよ。旧約のイデアの民は離れたから苦い実を結んだ。私たちもイエス様にしっかりとつながってとどまっていれば、その清さを保つことができて、必ずね、そんなに力めなくてもね、自然と多くの実を結んでいきます。イエス様とつながっているから。イエス様の弟子たちは清いものとされていました。もちろんそうは言っても私たちはね、現実にはこのように生きています。肉体の中に生きていますので、やはり日々の生活の中で、まあ、生活はね、日々の生活を歩むって表現しますよね。汚れがつくんですよ、外歩いたら。日々の生活の中で私たちはこの、ね、この肉体の中にまだ住んでますので、どうしても、ね、やっぱりね、汚れるんです。どうしても汚れる。だからその部分は、ね、やっぱり刈り取ってもらわないといけないですよ。清められていかなければなりません。清くないとね、神様の喜ばれる実を結ぶことができない。心が汚れていたらどんな実を結びますか、ね、心が汚れたままだったらどんな実を結びますか。あまり隣の人に分け与えたいと思うような実は結ばないと思いますよ。心が汚れていたらね、そこから出る実は。で、神様を喜んでそれを受け取りますか。心が汚れていたらそこからできる実はもう汚れた実ですよ。まあ、例えばね、この汚れた実はですね、苦い実は肉の実というふうに表現できることは、表現してもいいかもしれない。肉の実。
心が汚れていたらどんな実を結ぶのか。今日ね、ガラテヤ5章19節から21節の御言葉はね、用意しました。もし私たちの心が汚れていたら、肉の思いが満ちていたら、その実を結んでいきます、ね、一緒に読みましょうかね。3、はい、肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。あ、ね。ね。まあ、心が汚れていたら、肉の実を結びます。これね、取れない人にどうぞってあげれませんよね。私の汚れどうぞとかね、あげれないですよ。私の妬みをあなたにあげますとかね、神様は喜ばれない。だから私たちはね、清められる必要がある。こういう思いを刈り取ってもらえる神様に。肉の欲からはね、悪い実しかなりません。私たちはイエス様から離れたら、こういう実を結びます。自分の肉の実をどんどん結んでいきます。だからイエス様から離れてはいけません。イエス様にとどまっていれば、イエス様から何が流れてきますか。聖霊が流れてきますよ。聖霊様が、御霊の思いが流れてくる。心が清められていく。すると、肉の実ではなくて、清い心から実る実、御霊の実を結んでいく。ですから、ガラテヤ書は続けて御霊の実について教えていきますよ。ガラテヤ5章22節から23節3、はい、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。あ、はい、美味しそうな実ですね。甘い実ですよ。みんなが喜ぶ。これ持ってたらね、みんな欲しがりますよ。あ、美味しそうだねって。あなたの愛をください。あなたの喜びをください。私たちもこういう実を結べば、分け与えることができますね。私の愛をどうぞ、私の喜びをどうぞ、私の平安をあなたにあげます、私の寛容をあなたにプレゼントしましょう、私の親切を受け取ってください。善意も誠実も柔和も自制も、こういう実はね、本当に周りの人が喜ぶし、自分も嬉しいし、神様も喜びます。私たちの心が清くなるときに、恋人を結ぶことができます。イエス様としっかりつながりましょう。そうすれば、聖霊の思いが自然と私の心となって、この実を自然と結んでいきます。そういうものね、できるんですよ、そういうふうに私たちは。さあ、この今日の箇所の御言葉ではね、このイエス様にとどまりなさいという言葉が何回も出てきます。神様にとどまります、いや、私にとどまりなさいという言葉がね、いくつも出てくるんですけども、のイエス様にとどまるっていうのは、ね、どういうことだと思いますかね。まあ、後半のポイントで考えていきますけど、今からこれ一緒に考えていきましょう。イエス様にとどまるとはどういうことでしょうか、ね、イエス様にとどまるとはどういうことか。2番目、3番目のポイントで見ていきたいと思いますけども、イエス様にとどまるとは、これ、ね、キリストの言葉にとどまることです。イエス様にとどまるとは、イエス様の御言葉にとどまること。まずね、15章5節だけ一緒に朗読しましょうか。3、はい、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。アーメン。はい、イエス様はブドウの木です。本当のブドウの木です。私たちはイエス様を信じましたので、このブドウの木に、まあ、継ぎされた、ね、つけられた枝ですよ。私たちがもしイエス様にとどまり続けるなら、多くの実を結びます。イエス様を離れてはどんな良い実も結ぶことができない。
まあ、結ぶとしたら先ほど見ましたけど肉の欲のみですよ、ね、争い遊興酩酊そういうのは結べます。はい、しかも自然に、ね、罪人だから自然にそういう悪い意味を結ぶんですよ。でもイエス様につながるならこれまた自然と良い意味を結んでいくことができる。だからあんまりねこう私もよく眉間にしわ寄せるんですけどね、良い意味を結ぼうと頑張らなくて もう自然とイエス様とつながっていれば良い意味を結んでいきます。実際皆さん今ね結んでますよ。で続けてこう言うんですね、一緒に読みましょうか。3、はい、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれが叶えられます。アーメン、はい、あなた方が私イエスにとどまるなら私の言葉があなた方にとどまっているなら、はい、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら、イエス様がとどまるということはイエス様の言葉がとどまることです。だキリストにとどまるとはキリストの言葉にとどまること、具体的にはねイエス様の言葉この聖書の御言葉にとどまり続けるならどうなりますか。日々聖書を読んで暗唱して御言葉に生きてきて、ね、朝も夜も365日御言葉の中に生きるなら御言葉にとどまるならどうなりますか。心が清くされます。御言葉というのは例えるなら霊的な水です。汚れを洗い清めます。皆さん服はどうやって洗ってますか。洗濯機に入れてね水で洗ってますよね。で私ねこれ真似しないでくださいね、スーツってこうクリーニング代かかるじゃないですか。もうずっと前からねもうもったいないと思って自分で洗ってるんですよ。時々ね風呂に水ちょっとつけてねこうやって洗剤入れてスーツポンって入れてねチャポンチャポンチャポンちょっと触るぐらいシワが寄らないように。最初チャレンジした時はちょっと緊張しました。これ一か八かのかけたなと思ってやってみました。これでねちょっとこう触る程度にねパチャンパチャンパチャン、そうするとね黒いやっぱ汚れが出てきました。ふわっとうわーやっぱり汚れてるなと思って干して緊張したから干しましたけどね大丈夫だったんですよ。これそれもう何回かやってますけど、あれなんだ自分で、あこれ真似しないでくださいね私はやってるんですけども、あできるもんだなと思ってね。それで先週私が水で洗ってるもんですが妻がね洗濯機の中に入れちゃったんですよ。あでもこのままじゃないですよもちろん、ちゃんとなんていうかなこのすごいしっかりした服にシワを寄せつけないごめんなさいね。それでこうね洗濯機で洗いました。いやどうなるかなと思いました。で出したらやっぱ多少ねシワが寄ってるんですよ。あらーと思ってインターネットで調べたらねスーツ洗ったとしてもシワが出たとしても大丈夫と、スチームアイロンで伸ばせばいいって本当かなと思いました。それ普通の服でもやってることじゃない。でもちろん布を引いてねでやったんですよ。どうです私あれと思ってなんだ洗えるじゃんかと思って、でも真似はしないでくださいね。いいスーツはダメだそうです。本当 100% ウールとかねいいスーツは一回水で縮れるとなかなか元に戻らない。安物は OK みたいです。最近オシャブルのスーツ売ってますのでそっち買ってください真似はしないでね本当に。でもねこの汚れたら洗いますよね水で。心が汚れたらどうやって洗いますか。清めますか。御言葉の水で洗い清めます。ですから御言葉にとどまっていれば自然と肉の欲が徐々に減っていきます。もちろん完璧ではないから毎日毎日洗い直す必要があります。そうすれば皆さん心が清いんですよ。清い心から生まれる祈りはどういう祈りですか。清い祈りですよ。神の願う祈りをすることができるから、まあ、それは叶えられます。御言葉って大切ですよ。
御言葉にとどまること。で、教会は4月から年度が変わります。で、今まで4月第1週は主の祈り、そして使徒信条を告白してきました。これすごい力なんですね。何気なく告白していますけども、主の御言葉ですからすごい力がありますよ。私は清めてきます。で、今年の4月からはですね、教会の理念と今年の御言葉というものを一緒に告白していきたいと思います。だから来週から始まるんですね、第1週目。まあ、理念、洗礼の学びをする方はね、これ一緒にこう、ね、確認してるんですけどもね、一度一緒に朗読しましょうかね。3、はい、ハレルヤ。私たちの国籍は天にあります。そこから主が来られる日まで御言葉と聖霊に満たされて福音を述べ伝え、主が私たちを愛してくださったように互いに愛し合い、主が喜ばれる教会を立て上げていきます。すべては主の栄光のために、アメン。はい、そして御言葉の告白です。これ1年間通しましょう。すごい豊かな実を結んでいきますね。今年の聖句ね、第一テサロニケ5章16から18節3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アーメン。はい、告白していきましょう。朝に夕に365日この御言葉にとどまるなら喜びの実を結んでいきます。無理しなくても自然と結んでいきます、御言葉にとどまっているから。そして祈りの実を結んでいきます。祈りの成果とかね、祈りの結果だけにとらわれないでくださいね。祈ること自体がすでに祈りの実を結んでいると覚えてください。祈ること自体、それ自体がもう祈りの実を結んでます。喜ぶこと自体がもう喜びの実を結んでます。そして感謝しましょう。感謝すること自体が素晴らしい感謝の実を結んでいきます。今年1年ね、これ告白していきましょうね。多くの実を実らしていきます、ね、さあ、キリストにとどまるとは御言葉にとどまること、そしてもう一つはキリストの愛にとどまることです。そうすれば多くの実を結びます。自己紹介9節10節これ3番目のポイントですね。はい、あ、修法とはちょっと違うかな。修法は何て書いてあるのかな。あ、一緒ですね。はい、あ、それ、え、あ、それね、内側見てる、あ、違うの見てるかな、もしかしたらね。あとから確認しますね。はい、じゃあね、3番目、キリストの愛にとどまる、一緒に朗読しましょうかね。3、はい、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。アーメン。イエス様の愛にとどまるとは、あ、イエス様にとどまるとはね、イエス様にとどまるとは私の愛にとどまりなさいとあるように、イエス様のキリストの愛にとどまることです、ね、私たちを愛し、ご自身を犠牲にしご自身の命まで捨ててくださったその十字架の愛にとどまり続けること。朝に夕に365日十字架を仰ぎ見てイエス様の愛にとどまり続けましょう。そしてイエス様の愛にとどまり続けるとはさらにこういうことだとイエス様は教えてくださいました。あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。イエス様の愛にとどまるとは私の戒め、イエス様の戒めを守ること、イエス様の愛にとどまるとはイエス様が教えてくださった戒めを守ることです。ですからイエス様の戒めを守っているときはイエス様の愛にとどまっています。
じゃあその戒めは何なのか、これ最後の御言葉一緒に読みましょう。3、はい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。アーメン。イエス様の新しい教え、戒めは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合うものはイエス様の愛にとどまっているものです。そしてイエス様の愛にとどまるものは互いに愛し合い、多くの実を結んでいきます。そのことを神様は喜ばれます。今日のメッセージをまとめます。私たちはこのイエス様の御言葉を信じて清められました。そして救いの実と永遠の命の実を結ぶことができました。永遠の命の実を結びました。そこで満足せずにね、父なる神様はさらに多くの実を結ぶことを期待されています。どんな実ですか？愛の実ですよ。互いに愛し合う、その愛の実を結んでいきましょう。私があなた方を愛したように、この愛は私たちのうちにはありません。イエス様を離れてはイエス様が愛したような愛を持って愛すことはできません。だからイエス様にとどまることです。御言葉にとどまること。そうすればイエス様の愛が流れてきます。私たち罪人のうちにはイエス様のような愛は全く持ち合わせていません。だからこそイエス様にとどまりましょう。イエス様からイエス様の愛が流れてきます。その愛をもって初めて私たちは互いに愛し合うことができます。イエス様は誠のブドウの木です。イエス様から誠の命が流れてきます。誠の喜びが流れてきます。そして誠の愛が流れてきます。お祈りします。愛するイエス様、私たちは あなたを離れては何一つ良いことをすることができません。またあなたを離れてしまったらいろんな悪い実を結んでしまいます。ですからどうかあなたにとどまることができますよ。御言葉にとどまることができますよ。あなたの愛にとどまることができますように。そして多くの愛の実を結ぶことができますように、どうぞ今日また私たちを聖霊で満たしてください。御言葉で満たしてください。これからあなたと共に豊かな愛の実を私たちは結んでいきます。この祈りをイエス様のお名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それでは主はブドウの木を賛美しつつ、磯井さん献金の奉仕よろしくお願いします。
あなたの愛は本当に大きく、もう何にも、かなわないものです。あなたの愛があるから私たちも今こうして生きていけます。この世にあっては本当に困難や試練があります。でもそれは全てあなたが私たちを清めてくださいます。そのためにあなたが刈り込みをしてくださっていることを全て感謝して歩んでいくことができるように、あなたの御言葉だけを頼りに歩んでいくことができるように、どうぞ主をお守りください。そして今あなたが与えてくださいました一部をお返しいたしました。主をどうぞどうぞあなたの御国のために用いてください。本当にあなたの愛がすべての人たちに伝わることができますように、今この世で苦しんでおられる方、本当に自分勝手に生きておられる方たくさんいます。主よどうぞその方たちに私たちがあなたの愛を伝えることができるようにどうぞ用いてください。尊いイエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。お祈り感謝します。それではお立ち上がりください。主を賛美していきましょう。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週週間も主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。主にハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ、イエス様に感謝の拍手をお捧げします。ハレルヤ、感謝します。